小野谷信号場は、滋賀県甲賀市に、かつて存在したしがらき高原鉄道しがらき線の信号場である。1991年12月8日以降使用されないまま、平成30年度に廃止手続きが行われた。国鉄しがらき線は、特定地方交通線に指定され、1987年に第三セクター鉄道のしがらき高原鉄道に転換されたが、 1991年に、滋賀県甲賀郡柴木町で、世界陶芸祭セラミックワールド滋賀木91が開催されるにあたり、それまで全線一閉塞で、途中駅に列車交換設備のなかった同線の輸送力増強のために設置されたのが、この小野谷信号場である。この信号所の設置で、柴木高原鉄道は、下請けの信号工事会社に、 信号システムの設計も依頼していたが、清井川駅が西日本旅客鉄道の管轄であったことから、清井川駅の設備改修は受託工事とはいえ、JR 西日本の子会社が行った。この信号所の設置は、世界統計祭の実行委員から鉄道輸送の要請を受けてのものであり、事業費約2億円は、滋賀県と滋賀ら町とが、 しがらき高原鉄道に追加出資することで賄われた。直通列車乗り入れのため JR 西日本も積極的に関与しており、完成後に実施された直通運転では車両とともに乗務員も貸し出されていた。また、滋賀県としがらき町は世界統計祭を毎年開催していくことで、世界へ発信するだけでなく、鉄道による観光輸送につなげたい思惑もあった。 同年3月16日、従来の本線に側線を貼り付ける形で、等信号場が完成し、共用が開始された。線形からすれば一線スルーの構造であったが、それぞれが上下列車の主本線とされた単純な列車交換用のものだった。なお、安全側線はどちらにも設置されなかった。だが、工事認可後に、JR 西日本としがらき高原鉄道が、 それぞれバラバラに、無認可でこの信号の制御論理を改造し、報告しなかったことや、待機しているべき対抗列車が、不在にもかかわらず青信号で、JR 西日本の運転士が列車を進めたこと、しがらき高原鉄道が赤信号にもかかわらず、列車を強引に出発させたことが原因で、同年5月14日に、JR 西日本から乗り入れる臨時快速列車、 世界陶芸祭号としがらき高原鉄道の普通列車とがこの信号上のしがらき寄りで正面衝突する大事故を起こし42名の死者と614名の負傷者を出した。事故後、しがらき線は約7ヶ月間運休し、その間滋賀県警察による信号上の走行試験を含む作動調査などが行われた。その後1991年12月8日に、 運転を再開したが、この時、閉塞方式をスタッフ閉塞に変更したため、等信号上の使用は停止された。その際、証拠保全のため信号機には、無効を示す白い罰印を付けられ、一連の裁判の終結後に罰印は取り外された。なお、信号機は横向きにされただけで分岐器をはじめとする線路や信号機など設備は残されていたが、 2020年現在、分岐器は取り外され、上り線の線路も撤去されている。ありがとうございます。